かるの？一般はもらえないでしょ。大体わかります。グリーンカード額に。いや、グリーン一般の方でもいいですよ。コテハンついてくる方の方がありがたいけど。おめでとうございます。まあ行きましょう。早く。ブロー。同志たちと共に。ちょっとアメリカで永住権もらってくる。いやさ。まあグリーンカードをですね、まあ1枚でも持ってる方は、まあっていうか、まあ要するにグリーンカードシステムを知っている方は、はい、おめでとうございます。よし、最高。クッシーさん今もう本当に集めてる方なんじゃないの？結構集めてますよね、多分。お、いますね。じゃあちょっとこちらのクエストを受け取りましょう。帝国は我々を奴隷にしようとしている。帝国は我々を奴隷としようとしている。奴らがサルモールの奴隷となったように、奴隷として生きるくらいなら私を支援だ。ここで受けるんかい。なるほど。みんなもらったってことは前と立ち位置変わんなくね。わら。いやでも見てない人もいるから、今回今日の放送ね、いつでも大丈夫だ。モーサルにいる帝国軍の特使に嘘の命令を届けてもらいたい。だが偽造するためにはまず帝国軍の本物の指令を入手する必要がある。まあみんなでね、できれば分かってほしいんだよね。興味を持ってほしいってのも一番あるんですけど、ね、帝国軍の使者がよく立ち寄る。ドラゴンブリッジ の宿の主を説得して協力してもらう。結構広いっすよね。あ、ひどいか、すいませんでした。あの書類を手に入れてほしい。なるほど、嘘の情報を流すんですね。いつでも大丈夫、任せてくれ。素晴らしい。旧大臣の意向を偽りの前線、思い知らせろ。帝国軍の配達人に、嘘の情報を、配達させるんだ。この日の内容がクイズに反映されるといいかもね。そうね、確かにね、本当はそれがいいんですけど。結構ね、その今やってる感じ、今やってるところについては本当に講習会を開いちゃったんで、多分ね、バレバレなんですよね。今やってる話の内容についてね、聞いたらちょっとみんな多分本当に答えちゃうんで、まあそれもいいけどね。前回の復習の問題も出してもよかったもんね、同じ問題で。ということで、監督和骨ということで、黒沢さんいらっしゃいませ。ありがとうございます。あ、まだこれクエスト選んでないな、多分。そしてこれか、帝国軍の配達人を見つける。行きましょう。雪の土か。そうっすね。皆さんもよく我慢してくれてると思いますよ。かなり楽しめるからね。そうなんですよね。あ、今こういうこと、あ、この種族となんで戦ってんだとか、そういうのもね、分かってくるんだね。いいですよ。さて、なんかドラゴンズブリッジってところがあって、その近くにある場所が、何日目の放送の問題ですか。いや、そうですね、できるだけね、この今やってる放送中に何か言ったこととか、そういうのを出していくのがベストかもしれませんね。正直、まあ今日はなんか、なんだ、リスナーさんが本当に、どこまで理解してるのか試した感じになっちゃったんで、本当に放送見てんのかなみたいな感じになっちゃったんで、難易度の方相当上げて問題出しましたけどね。もっと簡単な問題でもいいんで、やっていけたらいいですね。ちょっと洞窟だよ。なんでうまいんだよ。カンペください。カンペはあげません。さすがに、まあ、皆さんね、まあなんだかんだで、いやでもすごかったな、ファルメル分かっちゃう。 50% がファルメル分かっちゃうってすごいよね、正直。ビータコメラグあるね。突然の言う、あ、そうですね、ビーターちょっとラグありますね。ビーターに行ったのが良い日でよかった。いや、ほんとすごいな。まさかあれがわかると思わなかったからな。ダメダメ。絶対あげないよ。よし、行きましょう。なんか2箇所出てんな。なんでだろう。ドラゴンズブリッジにマーカー設置。よし、行こう。よし、行こう。あれ、なんで2箇所出てんの？こっちか。モンペはね、自分で買ってください。なんでモンペ私が配らないといけないんですか。行きましょう。多分こっちだと思うんだけどな。うわ、霧だらけだな。そうか、そういえば西部の端っこの方は結構霧だらけの場所が多いんですよね、確か。
なんかドラゴンとか出てきたら戦いに行くそうな場所だな。大丈夫かな。行きましょう皆さん。次のね、反乱。近々近々って言ってなかったっけ。幻想的でいいよね。あ、どっちか、2箇所のうちどっちかって言ってたんだ。パソコンに優しいエリア。あ、本当ですか。監督明日コミケ行くの？コミケ、私そういう系には行ったことないんだよね。コミケ物であると結構みんな行くの、そういうの。びっくりしました。物であると分かってたことにびっくりしました。ん、なんだ物。え、なんか初めて来る場所に来たよ。霊なんとかって書いてあったな。嘘の情報を出せと言ってましたね。嘘の、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。嘘の情報を流して敵に間違った戦略を馬は相当有能ですよ、これ。こっちか。風雪の、まあ、ドラゴンズブリッジってとこに行ったことないんで、そっちまで行きましょう、まずね。そう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 。あっ、おるおるおる、おるよ。降りて降りて降りて降りよ。降る。あ、あ、なんか、あ、やばいやばい。まずいとこに落ちちゃった。ちょっと待って、これどうちょっと待って、あかんあかんあかん、あかんやつや、これ。この馬、ね、あかんやつ、あかんやつや、これ。ちょっと待ってよ。あ、出てきた出てきた。あれ、これ抜ける。あ、あ、ちょっと待ってよ。え、どこ行った、ドラゴン。あー、いなくなっちゃった、ドラゴン。馬も失って最悪の展開になっちゃった。あ、来たー。ちょっと待ってよ。真上にいる、真上にいる。ちょっと待ってよ。で、まず火で、剣、あ、弓。よし、行こう。行くよ、来るよ。あいつはなんだ、ドラゴンズブリッジ、ドラゴン、ブラッドドラゴンか。うわ、あいつ優雅に飛び上がるぜ。バグだとか、2145%でしません。あれ、いなくなっちゃった。あ、どっか行っちゃったね。あー、早く準備すればよかった。ったいなくなっちゃったね。おなさいなら、あれ乗って移動したいですね。あ、そうですね、ああいうのドラゴンとかに乗れたら相当楽ですね。うん、そうね、確かになんかくるくる回ってましたね。あれ、それは、うん、リディアはどっかにいます。多分すぐ追いかけてくるでしょう。行っちゃった。角笛吹いて下ろそうぜ。どうか行っちゃったね。いや、そう、角笛吹いたら降りてくるんですか。そうなのか、知らなかったな。まあ、今角笛、あ、角笛持ってるな。でも使えんのかな、本当にあれ。まあ、まずは今日はクエストがメインなんでね。まあ、ドラゴンはちょっと今スルーされちゃいましたけどね。モンハンの話、あ、なんだ、モンハンの話か。監督すぐ死んちゃうからね、疑わないとね、みんなのことね。あ、らしいですね。なんかそれはね、リスナーさんも言ってましたよ。あ、ここがドラゴンズブリッジか。あ、ほんとだ、ドラゴンのマークが入ってる。ほら、みんな見えます？これ、初めて見たわ。まあ初見だし、しゃあないよね。うん、ということで2158%いらっしゃいませ。ジュアハート監督、うん、馬はいなくなっちゃった。言いましょう。監督はコツです。今何してるんですか？今ね、反乱軍クエストってやつをね、続きをやってますね。前回の放送に引き続きやっております。結構長いね、このクエストもね。ドラゴンズブリッジに来ました。ドラゴンブリッジですね。で、行きましょう。こっちか。結構のどかな街ですね。いい街ですね。あれ、登れないな。初めて来たけど。お、いいね。こっからか。お、行きましょう。では、嘘の情報をね、流しに行きましょう。この嘘の情報をね、信じてくれるといいんですけどね。そうそう、反政府軍でやってるんですよ。2064番さえでしょ、さえ。こいつらみんな、インド人、関係ない関係ない。インド人はさっきの問題の話。どこにいるんだ。あ、いたいたいた、ここだ。ファイダには宿屋の経営について。あれ、彼女はフォーシールズを経営。あれ、いないぞ。あれれ、青のマーカーじゃない。
いや、青のマーカーは、あれは勝手に私がつけただけだから。あれ、どっかに、ん？あれ、違う、間違えたか。あ、間違えた、間違えた。ここじゃん、え？ここ、え、ここだよね、やっぱし。ちょ、もう一回見よう、クエスト。帝国軍の配達人を見つける。やっぱこの中にいるんだ。探そう。主人に聞いてみる。クエストマーカーつけた。それともまだ配達人が来てないとか。ああ、その可能性はあるね。確かに。今は私とこの人だけな気がする。他誰かいるかな。これは配達人じゃないよな。配達人で基本男だしな。そんな目で見るのはやめて。いや、そんな目で見てないよ。うん。そんなね、別にそんな悪い気はないですけどね。違うようですが、ここでの面倒はごめんです。わかりました。ちょっと喋ってみよう。今日あと1時間。市長の晩餐とまでは言えませんが、量は十分ですよ。最近帝国軍の配達人を見ましたか？客の秘密は漏らさないし。何？やらしい目で見て。ゴールドがあればいいかな。これにしようかな。憧れの職業が自宅警備員なんです。まあ、で夢を追いかけていいですか？ならここにいたけど出かけたわ。カイナはここにいたが出かけた。オッケーオッケーオッケー。金かわらわら。すぐに戻ってくるから。ということで、ロムジーさえらしません。金で転ぶとはわら。じゃあね。セクラ。いや、お金でしょう。行きましょう。和骨、憧れの職業が自宅警備員なんです。夢を追いかけていいですかということで、もちろんいいですよ。ということで、ロムジェさえいらしません。行きましょう。走っていかないと間に合わないかもしれない。行くぞ。あれ、何の音？あ、違う、ヤギか。問題が起こったら金で解決するのは基本方針。行くぞ行くぞ、急いで急いで。どこにいる？行くぞ。あれ、結構まだ、あ、結構遠いぞこれ。まずいまずい。走れ。急ごう急ごう。わかった。走れメロスみたいですね。行きましょう。やばい、疲れちゃった。どうしよう。配達人死んでしまうん。その装備じゃ若いのかジジイなのかわからんな。じいちゃん若いですね。ジジイなんすよ一応。中身はジジイなんすよ。ちょ待てよ。走れよメロス。どこだ。あれ、リディアさんっていうか、そもそもリディアさんどこ行った。あれ大丈夫かな。心臓発作で倒れそう。ショートも使えば。うわ、ここあれだあれだ、前バグったとこだ。走ったらメロス。ちょ待てよ。そうだね、シャウトも使う。そうね、シャウトも使う。わら、それメロス狙った。わら、こんな時馬があれば。後ろにいませんでした。行くぞ。よし、いいぞいいぞ。うわ、やばいな、これ間に合うかな。先走ったエロス。そうそう、ちょっと前ね、ここで止まったんですよね。怖いな、ちょっと大丈夫かな。おしおし、ちょっとずつ近づいてきたぞ、ちょっとずつ近づいてきたぞ。いいぞ。おし、いいぞいいぞ。オッケーオッケー、でかくなってきた、でかくなってきた。街道沿いを行って正解ですね。来た来た来た。なあ、お前こっち来てんのかよ。すまないが、そんな暇はない。そんな暇はなくない。話をしに来たわけじゃない、文書のために来たんだ。なるほど。おっ、敵。やべやべやべ、ちょっと待ちなさい。わらわら、戻ってきて。ちょっと。あの私に仕事をさせなさい、リディアさん。わらわら。まあいいですけど。はや、わらわら。おし。主人公はリディアさん。準備をそ。リディア強すぎうち。弱。いや、召喚のね、悪いところはね、その、あれなんですよ。召喚するまでに少し時間かかっちゃうっていうのがね、それが問題なんですよね。よし、こう。で、で、どこだ。あれ、ここら辺だったはずなんだけど、これか、これだ。よし、OK。さて、じゃあね、一応こちらの、手紙をですね、まずは持っていきましょう。あ、まず私が中身見てもいいね。帝国をね、倒さないといけないんですよ。帝国はね、アンペリアルっていう、じゃあインペリアルっていうね、種族なんですよ。
監督の召喚はメイドの土産みたいになってますね。召喚はそう簡単にできないということで、親父ギャグありがとうございます。監督の召喚メイドの、そうね、なんかあの、あ、召喚師だみたいな感じですかね。リディアってジョージ出現の召喚、いや、そういうわけじゃないんですよ。実際私の従者、あれどうなったの、前に強そうな人間召喚得てなかった。あのね、デイドラさんなんですけど、そんなに強くないことがね、明らかになってしまって、あんまり使っておりません。うん、どれだったっけな、デリバリー上かよ、わら、どれだったっけな、手紙、あれなくない、あれ どれだ、ゲットしたはずなのにな、あれその他、あ、見れないアイテムなのかな、これはその他、その他、あ、間違えた、中見れんのかな、その他ね、見れたらいいね、これだ、あ、見れないや、送迎ドライバー、リディア姉さん遅いな、命をかけて守るべき、よくやった、おしおしおし、中身を見てみよう、中身を見てみよう、そうか、思っていたよりも、思ってたよりも作戦の情報が漏れている、まずいな、まずい、これは何だ、スノーホークトリデが援軍を求めている、スノーホークトリデが援軍を求めている、何としても援軍の到着を阻止しなければ、ダジャレ吹いた、なんと、ちょっと待ってくれ、この報告にいくつか修正をするからな、はい、監督ワゴツということで介護プレイ整理しません、この偽装書類を必ずモーサルの特使に届けろ、間違った情報が敵に届けば我々に有利となる、なるほど、それは楽しみだ、行きましょう、気をつけろ、タウリナス・ディナンとかっていう特使に届けないといけないね、で次はこれか、よし、今年は偽装多い、まあ偽装問題ありましたけどね、いろいろね、結構新聞を賑わせましたね、でマップ見て、あ、確かにちょっとごまかせるかどうか不安ですけどね、モーサルか、まあこれはもう直接行きましょう、うん、サムラコーチ召喚、あれは偽装、まあ偽装か、まあ偽装っちゃ偽装だな、うん、まあでも本当に社会的責任を問われる立場でああいうことしたら本当にまずいんだね、まあまだサムラゴーチさんはね、まあまあ芸能人じゃないかもしれんけど、まあやらせというか、まあなんて言えばいいんだろうな、わかんないけど、さて、一応ねこちらの、そうですね、確かにね、さてではね、こちらに届けに行きましょう、この辺の錠前を一つでもいじれば厄介なことになるぞ、言いましょう、あれここではないの、ここかな、行きましょう、朝日新聞、まあまあまあ、それはまあちょっと置いときましょう、すいませんね、申し訳ございません、私が言い始めてしまったのかもしれませんが、そちらの話は置いときましょう、さて特使はここで寝てるみたいですよ、いいおっさんやんけ、違う、間違えた、おいおい、魔法、間違えた、間違えた、気をつけろ、起こすな、あ、間違えた、やる気満々、わら、熟練召喚使えるようになった、襲うのか、まだ熟練じゃないね、一個上まで行ったけど、じじい、わら、鎧着ながら寝るんだ、お偉いさんって毎回寝てない、わら、何するこの鎧、いい鎧っぽいな、この鎧、え、私の鎧と違う？違うか。違うね。この鎧もいいね。うん。ちょっとじゃあ、寝顔ハンター、お話ししましょう。言いますよ。全然違うわ、わら。するの？不測の事態に備えろ。文章をお届けにあげられましたよ。本当か？わら。軍服はどうした？なくしたのか？なくしました。捨ててきた。その方が敵に気づかれずに簡単に通過できるからな。だろうな。いい考えだ。信じて信じて。ありがとう。早速報告書に目を通そう。オッケーオッケーオッケー。砦の応援に関する知らせを待っている。よーし。いい言い訳ですね。とっさに考えた人がいい。敵軍の動きについての情報も入ってきた。うん。素晴らしい。ストームクロークの施工のせいで、身動きが取りにくくなっている。
無事に戻ってくれてよかった。よかった。引き返す前にムーアサイドで何か飲んでいけ。焼け落ちた家については何か知らないか。これなんだろう、聞いてみようか。あの場所の話をするのは意が悪い。毎回監督の立ち位置が気になる。しかし市長は迷信深くないものを探している。オッケーオッケー。言わせればバカを探しているようなものだが、クエか。やべ、あーしまった、埋葬始まってしもうた。これ株と被ってなくてもできるんですかね。できるできる、全然できるよ。あ、この服パクりたいな、この服パクりたいな。あとはもう着れないんだ。この服パクりたいな、この服パクりたいな、監督。パクれないかな。神々がくれた2本の弱いよ。その両方を使って武器を操る。尊敬に値するな。これ弱いの？この服、この鎧。かっこいいけどな。セーブしてやってみたら？まあ弱いならいいよ。分かった。行こう。ゲームだからオッケー。了解。おお、なんと。行きましょう。ある衛兵がどこからともなく魔術師が現れたのを見た。うるさい。よし行こう。ね。めっちゃ警戒されてたな。ゲーム仲裁力。ハイアルマジ。それ帝国軍の吉田の重装備だお。性能より見た目では。あ、そうなんだ。俺の制服だ。あれ、これどうしよう。あれ、なくなったで。ビュートフクジャガー鎧だな。スクーマでもやってたんだろう。スキルを上げると着ている服取れるよ。そうらしいね。それはまあ分かってるんだけど。あれ、これはまあいいんだけど。ん？これ戻ればいいのか？今の鎧かっこいいから、まず戻ってみよう。クリアしたのでは？まあ確かにね。クリアしたんだったら戻らないとね。これは違う。さっきのクエだ。だから、あれでも戻る場所に指定されてねえな。なんでだ？あれ？ちょっと待って。レベル28か、結構上がってる。うん、結構上がってるよ。あったよ。どこ？なぜスルスルわらわら、アルッペ。なくなっちゃった。あ、これか。クエスト画面で X。ごめんごめんごめん。メンゴメンゴ。クエスト画面で X ね。了解了解。よし、報告に行こう。おやすみなさい。あ、わかりました。おやすみなさいませ。今日もね、長いこと、お付き合いいただきありました。うん。ということで、2292番さん、おやすみなさいませ。寝る方おやすみ。よし、行こう。寝る方おやすみ。今日もね、寝る方おやすみ。これで多分、寝る方おやすみ。寝る方おやすみということで、皆さんね、挨拶もありがとうございます。良い夢を。寝る方おやすみ。あれ、これ私の馬なの。寝る方おやすみ。おいす。警備はやりたくない。よし。おやすみ。お盆はスカイリム。仕事してきたぞ。あ、ウルフリックが見込んだ通りだ。ウルフリックが見込んだ通りだ。お前が味方でよかった。話してみよう。ウルフリックの望みは王になることで。はい。ウルフリックの望みは王になることで、他に何を望んで言うものもいる。彼の涙に秘められた怒りを奴らは見なかったのだろうか。何をすればいい？スノーホーク砦に行け。スノーホーク砦。攻撃の準備をしている連中にあって、帝国軍の掃討に同行しろ。わかりました。成功したら砦に守備隊を置く。はい。どうだ、できるか。楽勝ですよ。あの砦はもう我々のものだ。よし、お前は本物のようだな。気に入った。タロスの導きあれ。了解した。スノーホーク砦の攻撃に加勢する。どうやらそちらが次のクエストみたいですね。ビッグマウスね、ちょっとちょっとそれで失敗しちゃった人が最近いましたけどね。頑張ってほしいですね、あの人にも。さて、次のクエストの場所はここか。スノーホーク砦で。じゃあこっから移動しよう。監督、ビッグマックス監督ということで、2313番サイレンしますね。そうっすね、本田さんね、ちょっとね、今大変な事態になってますけどね、ミランでね、セーブしよう。頑張ってほしいですね。セーブしましょうかね。じゃあ移動したら、ブレイズは
後年タムレールの皇帝の忠実ななんとかになったってか。ていうか私さっきからね気づいたんですけど、横にランスいね。これランスじゃね。あでもこれあれだ、蔵がついてないからこれ私の馬じゃないね。これランスじゃないね。やっぱしちょっと一瞬ランスかと思ったけど、よし、じゃあちょっとこちらに向かっていきましょうか。どこだ、こっちか。こいつね勝手に行くんすよね、意外と。ランスは次元の狭間に乗り込まれた。乗っていこう。いや分からん、ランスは消えちゃいましたね。ちょっと本当はランス大事にしたかったんですけどね。疑似ランスか。うーん、ランスかと思ったんですけどね。まあバグをつけてないところを見るとランスではないみたいですね。3代目ランスは作らないですか。いや作ってもいいけどね、ちょっとね。なんだあれ、戦争しとる。まずいぞ、戦争しとるぞ。ちょっと待てよ、ダメだランス、そっちに行ってはいけない。なんということだ、ランスが戦っている。いけるか。オッケー。お、何をしている。わ、私の馬に何をしている。この野郎。許さん。危なかった。せっかく助けてやったのに。今日一の見せ場でした。とりあえず全員ぶん殴る。かっけー。いい感じに倒せましたね。なんブンブン言っとるけど、キルブンかっこいいっすよね。ランス救った、わらわら。ランス救いましたよ。私にね少しはね、なんかいやクマは敵です、あれは間違いない。何回かやられてるんでね。怪我は集めたの、持っていこうかなんすやっぱし。怪我は集めましたよ、もうクマのね。ずっとあれが悩みでしたけどね、やっと集まりましたよ。キラレキだろ、馬召喚剣士すっかりランス笑。いやランスってこうなってるけどね、実はノラです、ただのね。これノラ馬ですからね。集まったのか、いつかまたお別れの時が来てしまいますよ。そうそう、集まりましたよ、やっと。大変でしたけどね。おめ馬肉おいしい。 ありがとうございます。米国軍のじゃない。バニコシス、いやそんなこと言うんじゃないよ。自分の家に帰ろうとしてるから離れてくんだね。グラつけてなかったら手を引っ張るから奪いたいだろうな。ここらでこの真下か。そう。でも40あと放送時間あと45分あるんですよね。ちょっともったいないんですよね。ここでやめるのは。すごい馬術。ついたみたいよ。あ、まずい、まずい、まずい。あ、もう来ちゃった。行くぞみんな、ちょっと待って。あかん、あかん。え、ツイッター、ツイッターじゃん、ツイッター、ツイッター。ちょっと待って、あかん。降りて監督降りて、行くよ。で、ちょっと待てよ。参加馬は関係ない、ちょっと待てよ。わらわらまずい、まずい、まずい。ちょっと待って、で、で、もう剣で行こう、今回やる。行け帝国軍、死ね。あ、間違って、違うのを殺しちゃったかもしれん。ちょっと違うのを殺しちゃったかもしれん。まあよしとしよう。これは帝国か、ストームクロフ。まずいまずい、間違って、ちょっと一人やってしもうたかもしれん。小崎さんいらっしゃいません、ベロンさんもいらっしゃいません。死ね。よし、次だ。倒すぞ倒すぞ、全員倒す。あかん、ちょっと待って、どっちだ、どっち行けばいい。こっちか、オッケー行こう。ちょっとストームクローク兵を倒してしまった気もしたけど、大丈夫か。こっち行くぞ、倒すぞ倒すぞ。
ここにいるはず。よし来た。スパイ発見。投稿しました。わらわら。オッケー。次だ。倒そう倒そう。全員倒すぞ。オッケーオッケー。これはいいぞ。死ね。これが帝国兵か。帝国兵を倒したい。やばい、間違ってまた殺したかもしれん。降参する。お前は死ね。お前は死ね。このおしおし、いいぞ。ちょっと待って、結構やってしまっとるかもしれん。オッケーオッケー、次行こう。やばい、味方を殺しまくっとる可能性を少し感じる。大丈夫か。あそこに敵がいる。行くぞ行くぞ。押し行くぞ。次だ。これは帝国兵か。これストームクローン、ストーク。お前を死なす。惜しいぞ。次だ。体力回復大丈夫。 体力がまだ全然ある。大丈夫。どこだ。うわ、敵があんなにいっぱい出てきた。敵がいっぱい出てきたよ。助けに行かないと。死ね。しまった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 。ちょっと待ってよ。あかんあかんあかん。何も武器持ってない。どこだ、どいつだ、こいつか。押し倒した。次はこいつだ。この野郎ふざけるんじゃない。次だ。うん、倒したか。オッケーオッケー。剣消えちゃった一回。どこだ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 。あそこにいる。俺が来たからに安心しろ。死ね。いいぞいいぞいいぞ。まだ先がいる、まだ先がいる。どこだどこだどこだ。どこにいる敵が。敵が見当たらないぞ。どこだ、後ろにいる。これ敵か。ストームク、あ、なんだ、あ、リディアさんか。リディアが敵に見えた。恐ろしい。結構また出てきたぞ。どこだ、どっから出てきてんだ。敵が見当たらん。どれだ、これか。オッケーオッケー。次はどこだどこだ。これ敵か、違う、これストーククローク。どれだどれだどれなんだ、どれなんだよ敵。これか。オッケーオッケー、いいぞ。あとどこだ、もう倒した。いやもうね、ほんと見上げがつかない敵の。オッケー、占領した。おし、倒した倒した。まだ来たまだ来た。まだ敵がいるぞ、まだ敵がいるぞ。こっちだこっちだ。敵が逃げようとしている。私が倒してやろう。あれ消えた。あ、いたいたいた、こいつだこいつだ。逃げとる逃げとる。待てー。あ、消えた消えた、剣が消えた。ちょっと待って、剣が消えたぞ。この野郎待て。私を怒らせたからには全てを犠牲にしてもらう。待てー、死ねー。オッケー、よし、倒しましたよ。あんなの逃がしません。一人でも逃がしたらね、情報がバレちゃいますからね。いいぞ。よし、じゃあちょっと。いや、そうですね、ちょっ、あ、マジでっていうか、ちょっと結構あれですよね、あの味方やっちゃいましたかね。でもすいませんでした。こればっかしはこの私がどうすればいいかよくわからんところがあるんでね、申し訳ございません。じゃがいも、これ宝箱絶対ありそうだな。あったあったあった。うわ、そんなにいいもん入ってないの。うん、すいませんでした。ちょっとショックですね。本当はそんなにまさかやることになると思ってませんでした。あ、これ下になんかあるぞ。あ、なんだこれ、あれ、え、
何ここ、ちょっとちょっと、レア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 、せーせー、あ、くそむずいやつだこれ。いけた？いける？これもしや、あ、うわ、どっちだろう、味方が、こっちか、あ、難易度いいものプリッツにポキ、いくぞ、決めろ、監督なら決めれる、ボッキーゲームとは言ってない、あ、わら、いくぞ、三ポキ、あ、くそむず、頼む、ポキポキ、あ、ああ、すいませんでした、こんぐらいかじゃ、うっそ、わらわら、開いた、わらわら、耳が、うえ、16ゴールドって何よそれ、16ゴールドって何よそれ、そんなピックゲットしたの、キムスメか、絶対絶命都市の声みたい、わらわら、しけしけ、わら、そんなもんじゃ、超しけしけ、超しけしけ、マジでしけしけだった、焼けた本、ボロボロの本、うん、そうそう、ピック変えるんですよ、うん、それでね、ゲットしましたよ、ほとんどはね、はあ、マジか、こんなにしょぼしょぼか、ここなんだろう、これ何、あ、なんかある、開けてよかったのかな、これ怪しいな、ここ、ここ普通に外つない、あ、つながってんだこれ、ただね、でもなんかありそうだね、ここね、タンス、笛のピックは返したの、ん、え、そんなのあんの、それ見たことないな、監督、リディアさんなら宝箱壊れないピック、そうっすよね、まあそれぐらいの力ありそうっすもんね、そもそも帝国軍の盾か、あ、なんか今レアそうな本があったぞ、今これ4巻持ってたっけな、4巻だったっけな、3巻を持ってたのかな、マルカルスの暴れん坊、いやーいいね、題名がいい、読んでみたくなるね、このストーリーやってないからわからん、あ、そうなんだ、ザレクの身代金、パルラ第1巻持ってないな、これ多分、これは持ってる、帝国軍の略奪ってやつは、このクエスト、ドゥーマの調査書、ドゥーマの調査書って持ってたっけな、狼の女王って持ってたかな、わかんねえな、そうなんよ、でしかもね、持ってるやつとね、持ってないやつがね、もうわからなくなってきとるんですよね、だいぶ本の数が多すぎて、あ、レア、レア本、あ、違うか、監督の暴れん坊将軍、これも持ってたな、ひわい、本は重複がかなり出てくる、いや、それアルゴニアンメイドも、うん、まあ、重複出てきちゃうよね、うわ、なんだこれ、レアそうな、あ、落下のスキルに高い、これは持ってないな、が良くなるスキルがあったような、あ、そんなもあるんだね、ベリナルの歌、8巻までは持ってなかった気がするな、これも持ってないんじゃないかな、シュオゴラスシーンは、ボーコップ、これは持ってんな、大いなる天空、持ってた気もすんな、デイドラ全勝、ファーストホールド反乱、これ持ってた気もするしな、難しいね判断が、まあ、かぶってたらかぶってたらしょうがないんだけどね、それは持ってる、チャンスは持ってる、本は持った方がいいんですね、最悪ね、うん、本当にかぶりたくなければね、まあ、家に持って帰った時にかぶってるやつは全部捨てたりしたらそれはそれでいいんですけどね、これ2章持ってたっけな、あー、来た来た来た、ラッキー、防御があった、まあ防御上げてないけどね、本当に審議中、よし、そうそうそう、結構ね迷うんですよあそこ、あ、またある、不死の地、これは持ってたっけな、アスケルド人の歌、覚えてないな、持っていくか一応、まあ本はね本当に集めておけば
このね、ゲームプレイが一旦終わった時とかに、じっくり読むこともできるんだね。さすがに私は放送中にこれを全て読むということはさすがにしませんがね。皆さんに何か新たなね、知識をね、みんなに教えてあげれるように、これを放送外で読んだりすることができるんでね。いや、そんな朗読枠とかね、需要ないですからね。あ、でも朗読枠みたいなことをした時もあったけどね。じゃあこれ読んでみましょうかみたいなね、ありましたけどね。やっぱテキスト量が多いゲームは結構読むのがメインになっちゃうからね、難しいよね。監督の読まないとわからないこともいっぱいあるしね。リピートアフターミーみたいな笑い。リピートアフターミーっつって、あれこれもあれかな、あるなんだったっけ、笑あるこのゲームすごいな、忘れちゃったな。最近いやすごいですよ本当に。最近買った本、アルコールじゃないよ、実際にリアルでってこと。最近買った本か、何買ったっけな。専門書は買いました。かかるぞ、わら、アルゴリズム。すいません、あんまり皆さんには何の価値もないかもしれませんけど、専門書は買いました。トヨタの片付け、まあでも、トヨタの片付けっていう本を読んだんだ。ピタゴラスイッチ、それ本なの？アルマゲドンか。相当でも前のやつだけどね、多分ある。要するに、アルマゲドンの、映画のやつの、本番を買ったってことか。エロ本、まあ本ちゃ本かそれも。うん、古いね、古いね。おそらくそれ相当古い人が言ってるね。あ、牢獄だ。来た来た来た。これは何か隠されてるんじゃないか。あと30分か。アップル通信だぜ。アップル通信知らんな。よくネタでね、あれは出てくるけどね。あ、これは見たことないな。いいね、だいぶレアな、レアっていうか知らん本がいっぱい出てくるね。いや、そりゃそうでしょうね。映画の原本って映像化されるだけあって大体面白い。ノーゲーム、ノーライフ。まあ確かにね。ノーゲーム、ノーライフ。いいですね。どこだ？こっちか？いるのかな？誰かまだ捕まってんのかな？捕まってるんなら、助けてあげてもいいけどな。捕まってるかな。あれこれ読んでない。あ、あった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 、来た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 、初めて来るとこだ。いいぞいいぞ、いいじゃないいいじゃない。あ、見たことないやつだ。いいね、いいよ、いいじゃない。こんなにいいアイテムがいっぱいあるなんて、いいじゃない。行きましょう。誰かいますか？助けに来ましたよ。お宝、お宝あるんじゃないですかこれは。さすがに、あれお宝ないね。お宝のおの字もないぞこれ。これは大問題だぞ。あら、あら、さすがにあるだろう、奥には。頼む、会ってくれ。お宝、ボロボロの本、木炭。え、まだ先がある。嘘だ。まだ先があんのこれ。なんか先があったよ、隠し通路だこれ。なんだこれ、ダンジョンみたいになってるぞ。牢獄だしな、冒険。うくうく、ここどこよ。冒険みたいになってきたぞ。なやばい匂いがする、やばい匂いがする裏口だ。グーニーズみたいだね、確かに。懐かしい、やっぱグーニーズとか。セーブしよう、石でも転がってくるんじゃね。わら、やばいやばい、なんかやばい気がする。なんか揺れてる、揺れてる気がする。大丈夫か。
あ、ただ単に私のん？スカイリムへ、スカイリムへ。あれ、地震じゃない地震じゃない、普通に画面が揺れてるだけだった。バグだバグ。監督がマイキーなの？ショックだわ。あら、あれ、こんなとこに出ちゃったよ。帰り道でした。スロース。あ、マジか、帰り道か。で、ウルフリックスと、あ、来た来た来た、ワッコーツということで、2486万さんもいらっしゃいませ。ありがとうございます。スカイリム11日目の放送でございます。さて、ついにこれがラストクエストなんじゃないですか。私はあと1クエスト1クエストぐらいあれば多分これはクリアなんじゃないかなと、そう監督、思ったりしております。あと30分なので、これはクリアできるかどうか微妙なラインですね。アルゴニアンはブラックマーシュ、あ、そうですね、楽しみですね。破壊神とかそういう名前だったりですけどね。今日クリアありました。まさに味方も、いや、今日のこの、同胞団クエ、同胞団じゃないわ、反乱軍クエがクリアできるかはちょっとわからん。それはちょっとわからんけどね。行きましょう。セーブ。これサブクエでしょ。そうそう、サブクエ。なので、メインクエストの方をね、クリアとは全く関係ないクエストなんですけど、サブクエでこのボリュームですからね、すごいですよね。しかもやってて面白いって、ね、監督はお盆全く関係ないのか。はい、お盆全く関係ないですよ。うん。ストームクロークは大陸中で勝利している。なくなっている。私のあのエルフの盾がなくなっているぞ。私は戦略家ではない。あれ、お前誰？無実な犬どもに。ピアスか。この血が誰のものか教えてやる。もうエルフの盾なくなっちゃってましたね。お盆休みは行きましょう。例の旅行時の分なんですよね。まあ、お盆休みっていうか、まあ、夏休みですよね。休ませてもらいましたよ。でも行きましょう。まさかまた、あいつ寝てんのか。また、え、いつもと場所が違う。寝てる場所が違う。この変化はでかいぞ。どこ行ったんでしたっけ。ウルフリック、温泉。ずれてる。温泉じゃない、温泉と海。わらわら、寝返り。行きましょう。寝返り打った。夜なんてない。言いますよ。監督の寝る分空いてる。すぐそばのハイアル町、こちらの支柱に入るところだ。隣へどうぞ。ジュリウスも気が気でないだろう。できるだけ早く。そこで寝れるやん。ソリチュードに入りたい。監督生命を待ってますよ。今やスカイリムの真の英雄となった。枕が違う。これより我が一族の列に加え、嵐の刃。こっちで寝ろよとか、2504番さえいらっしゃいません。2506番さまいらっしゃいません。愛に満ち溢れ、その手は流れるようにあだなす者の死をもたらすだろう。嵐の刃。スカイリムの民および正義と真実の代弁者すべてになり変わり、以下の授与をもって我らが貢献に報いる証とするものである。証とするものである。なんかくれるんじゃない。エルフの黄金の鎧。味方にも死をもたらす。上から目線好きだな。異形の栄光に浸っている暇はないぞ。わかりました。なんかガクガクしてますよ。大丈夫ですか。はい。兵を集めている。ソリチュードへの最終攻撃に備え、兵を集めている。アーフィンガルの野営地で指示を仰いでくれ。ぴょんぴょんしとる。ついに最終決戦ですか。バルクリースを帝国の手から解放できた。戦略的な位置は。こいつエルフのなんで、なんかもらった。スカイリムの神髄と呼ぶ。また寝る。わらわら。ぴょんぴょん跳ねない。マジか。寝かしてやれ。すや、寝すぎ。うわ、全然これ。クソみたいな、クソみたいなアイテム。全然傷つけるのかって、やっぱ寝るんだ、わらわら。中を。つまり眠りだってことか。これはまあいいんだけど。捨てて帰れよ、わらわら。おしゃれだからいいんだけどさ。喋り終わってから寝てよ、売り払え、クマ。いや、これはいいアイテムだと思うんだけどな。レア系装備、せめて話終わって寝てほしい。かっこかわいい、宝箱に入れてこ。シャウトかまして帰ろうぜ。いや、これかっこいいです。あ、いいね。あ、でもシャウトしたら多分これ攻撃とみなされて私捕まっちゃうからダメだわ。まあ、これ気に入ったけどさ、これは
他はダメだね。そっと毛布を。でもこれ重量2だからこれあれなんだよね、結局その軽装なんですよね。かっこいいけどそれが残念だ。軽装だこれは。重量きついんだな。そうっすね。いや あの重装備じゃないと私は意味がないんですよね。軽装に関しては全く育ててこなかったんで。多分ね重装を。そうね、しけとるね。重装で揃えないとスキルが。そうなんですよ、意味ないんですよね今まで開けたやつが。なのでしょうがないんですけど。マンミスペース。いやあればいいんですけど、でもねできれば今統一したいんですよね、かっこいい方がいいから。うん。で、いらんもんなんかくれとったよなあいつ。あった。ドーンガードが一番かっこいいしょ。エルフの鎧は、何もついてねえし。おしゃれ監督。ん？いやあれはね、いらんのよねぶっちゃけ。これ。防御力49。いらんとかかわいそう。え高ないこれ。でもいらんのよねぶっちゃけ。国産装備はかわいい。ファッションリーダー監督。黒弾装備をし。くそ、これも重てえな。エルフ装備は結構高ね。ボイステ。売ればいいのに、わらわら。飾っといてあげましょうよ。捨てるならせめてウローズ。王様から何かもらった時の陰口がひどいですよ。あれ？また？クソみたいな。あれ？けるな。エルフの鎧は島村で売ってる。こんなクソみたいなアイテム、俺はいらん。オッケー、来た。来た来た来た。いいぞいいぞいいぞ。完璧だ。ボルターガイスト。これでもう。わらわら。いいぞ。いける。もう一回、もう一段階。うまく上げて、うまく上げて、うまく上げて。ああダメ。逆になったらダメ。重さが逆になってる。いいよいいよ。ダメか。まあいいや。逆でいいや。しょうがない。逆ではめようちゃん。あと20分くらい。あ、本当だ。そうか。その時間も考えていかない。今回は鎧。次は何なんだ。ウルフリック泣いちゃうかもよ。よし。いや、だってあれですよ。ノルド人としてこの戦争はある意味エルフとの戦いでもあるわけですよ。正直ね。それなのにエルフの鎧をね、最高の英雄に渡すなんてね、ウルフリックはもう狂ってますよ。あいつは間違いない。うん、憎きね、古きあの敵エルフのね、まさか鎧を私に渡すなんて意味がわからん。意味がわからん。いやそうっすよ、あんなもん捨てるに限りますよ。うん、いやもう挑発の域ですよね、ある意味。セーブエルフ狩りの証として来ていればいい。完全にノルド人になってるな、わらわら。いやノルド人の発想ですよこれは、間違いなくね。だってさっき部下が届けたものに入ってたんだもの。いやそんな言い訳は聞きません。そんな言い訳聞きたくありません。私は監督が切る。行きましょう。試されてる。完全にインド人の発想。これで反乱軍クエは終わり。ドサンコは乗るぞ。次でラストっすね多分。ウルフリック、その防具売って美味しいもの食べなさい。うん、医薬。あ、そういうことなの。政府を騙し打ちしろという意味。そういうことか。みんなの方が解釈が豊かですね。私はもうエルフって見ただけで嫌気がさしますけどね。スイートロール食べ放題。諸説あふれておる。そうですね、諸説あふれております。ウルフリッチ、使ってるから喜ぶだろう。上位の人も海外の力必要って言ったのに。そうですね、確かにね。でもまあエルフはやっぱしちょっと許しがたいんじゃないかな。さて行きましょう。これがラストなんじゃないかと私は思っております。左だ、こっちだ。兵士さん。へえ、よかったね。私は兵士じゃないですよ。間違えるよね。そうそう、私もよく間違ってそう読んでます。
生理的に無理。まあある意味そういうことなんじゃないですかね。いやまあぶっちゃけ話、昔のその歴史的背景があるんですね。まあ、それに関しては私、何度も、語っておりますから、そちらはね、ぜひ、確認してみてください。やべ、間違って落ちちゃった。これ合ってんのかこれ。馬どこ行った？ついたついた。わら。馬はね、もう戻っちゃった。落ち着いた。ウルフリックの望みは王になる。わかりました。ウルフリック王にしましょう。私たちの力で。というものもいる。近くにいる戦士たちの顔をよく見てみろ。砦に行け。砦に。攻撃の準備をしている連中にあって、はい、帝国軍の総統に同行しろ。成功したら砦に守備隊を置く。わかりました。どうだ、できるか。任してください。あの砦はもう我々のものだ。お前は本物のようだな。気に入った。フラーグスターと砦の戦い、行くしかない。これあと17分でできるかな。無理っぽいな。どうなんだろう。アップできたんですね。これ恐竜カルゲームじゃありません。アップできてません。あれもう終わっちゃいました。2610番再生しません。あの面白いゲームだったんですけどね、ショックですね。次どこだ。どこだ。延長だな。あ、そう、これあれだ。いや延長は今日は しないつもりなんだけどな。これだ。真のノルドだからな。お、熱いこと言っとんな。真のノルドだからな。終わったってどういうこと。どういうことよ、33枚ですよ。何が。ストンピングランドっていうゲームがあったんですよね。恐竜が出てくるゲームで、結構私はすごい気になってたんですけど、残念ながらね、そのストンピングランド自体、が、来たのアップで。ストンピングランド、制作会社の人が逃げちゃったんですよね。なので、あ、そういうことなんだ。これ結構奥まで行かないといけないな。あ、これ行かないといけない系だ。ちょ、これは無理だわ。間に合わんわ。移動しないといけないから。開発中止っていうか、あれね、早期アクセスゲームって言って、そうなんですよ。お金持って逃げちゃったんですよね。逃げたので花井保留だ。まあ、あれ保留なんですか。まあでもあそこまでね、何も返事がなかったらそう言われてもしょうがないけどねと私は思いますけど、まあさて、まあ今日はちょっとねここぐらいで終わりにしようかなと思う。